第5問。何でもお助けします。何を何でも助けてくれるでしょう。こんなことです。 Help me。 南カスヤの住民の困りごとを助けるため平成19年度に誕生したのが南カスヤお助け会。庭の手入れや障子の張り替え、病院への送り迎えなど日々の暮らしの困りごとを手助けしているんじゃよ。これから先みんな年取るし、その困ったことがね、いろいろ出てきますよ。だけどその出てくる、来た時にね、どこに頼むかなというのがないんでね、まあそれを目標に我々がやったらいいんじゃないかなと、こんなふうに思いますね。2018年度は年間250件、結成からこれまでにはおよそ3500件ものお助けをしたそうじゃ。この日は庭の手入れを6人のメンバーで行っておったぞ。暑い中でもみんな頑張っておるの。依頼者のためまさにお助けじゃな。こうやって終わるでしょ。終わったらば、いやどうもありがとう、綺麗になったとかね、まあ、そういうその言葉を聞くね、まあやってよかったなという感じになりますわね。ここで問題じゃ。草取りや障子の張り替えなどさまざまな仕事を任されるお助け会。メンバーはそれぞれ担当するお助け内容が決まっている。丸か×か。私は木を切る担当です。で、決まっているかどうかです。では分かれてください。どうぞ。そうね、でもまあ専門がいるとね、安心して任せられやすいとは思いますが、そのあたり担当が決まっているかどうか、担当直入にお答えどうぞ。正解は×。お助けの時には毎回作業する場所の近所の人を選んだり、メンバーの得意なことを任せたりするため、いつも違うメンバーで仕事をしているんじゃよ。正解は×が正解。おー、パーフェクトがついてる子がいるぞ。